さーて、三原っちと海だ。今、好感度どんな感じなんだろう。美しい。おおえ、はずけにすっごい嫌われてるんですけど。は？なんで？え、なんかちょっとだけさ、フレンドのやつ出てない？ほら。いくよ。ほら。見える？ほんとにちょっとだけ頭のてっぺんからフレンドのやつがニョキって出る。ほら。はぁ。ほんのちょっとだけ。なんで？スキンシップミスりすぎた？なんかスキンシップミスってるとさ、なんかトゥルルっていろんなあれがバーって出るから、あれで下がってるのかな？やば。あー、三原っち。まだまだ普通ね。あー、普通普通。ちょっと仲いい。ヒムロッチは普通の感じで、コンノさんも普通の感じね。ちょっと出会ったばかりだもんね、まだね。どんどん仲良くなりたいね。ちょ、マジ、嫌うなよ、その無表情で。悲しい。スキンシップの使いどころを見極めないと、あれかな。ちょっとまだ水着を買ってないから、この学校のやつだけど、しょうがないね。三原くんまだ来てないみたい。また1時間遅れるよ、この人絶対。1時間過ぎちゃった、ほら。しおくん、来たよ。来たよ、じゃないよ。遅刻しないで。三原くん、待ち合わせ場所間違えたかと思っちゃったよ。大丈夫。間違ってないよ。さあ、行こう。海だ。はあ、暑いね。うん。早く水着に着替えよう。着替えよう。じゃあ着替えてくるね。あ、来た。お待たせ。どうかな、この水着。お、自分から。僕は何も言わない。君の顔が曇るのは見たくないから。もうそれが何か言ってるってことなんだよ、三原っち。三原くん、こういう水着嫌いみたい。さて、どうするんだい？三原っちは多分浜辺でゆっくりしたいじゃない？ゆっくりしたいな。そうだね。お、バカンスは何もしないのが一番さ。おー、いいね。なんだい？何？どうかしたの？一日が終わっていくね。うん。早く帰ろう。来るとき1時間遅刻してさ、帰り早く帰ろうって言うのよ。どうしたの？うん。いい一日だったね。うん、そう思ってくれたんだったらよかったわ。うん、今日のデート、まあまあだったかな。なんか好感度上げるのちょっと難しそうだね。頑張ろう。あ、水木っちまたメールくれてんじゃん。アロー、もうすぐ新学期ね。あなたはぼんやり過ごしていたのかしら？みずきは夏の間にものすごく勉強したので、2学期のテストでは1位になるかもしれません。さあ、どうする？このメール可愛すぎだろ。ものすごく勉強したので、2学期のテストでは1位になるかもしれません。さあ、どうする？みずきっち可愛すぎるな。マジで。うわ、このメール可愛い。あ、鈴鹿だ。鈴鹿一緒に帰ろうよ。鈴鹿。ん？なんだ、お前か。そうだ、私だ。一緒に帰ろう。ああ、いいけど。やっと行こう。そういや、知ってるか？うん。あの敷地内の教会ってさ、すっげえ噂があんだぜ。聞かせて聞かせて。え？なになに？どうやら地下は宇宙船型シェルターになってるらしくってよ。そんで地球最後の日は、理事長がそれで脱出考えてるって話だぜ。めっちゃいいじゃんそれ。子供が作れそうな噂だな。静かいいね。面白い。理事長。え、うちらのことは置いてくのかな。生徒たちのことはもう置いて一人で脱出しちゃうのかな。あ、たまみもメールくれた。じゃこちゃん、最近顔色が良くない気がするんだけど。え、優しい。頑張りすぎると倒れちゃったりするから、あんまり無理しないでね。たまにはゆっくり休養することも大切だよ。え、やばい、たまみもこちら側の可能性がある。え、まさかの断本側。システムを理解している、もしかして休養。あ、そう、最近確かにストレスが溜まっててさ。てか、たまみのこのメールのさ、やつ何これ、バドミントン？なんか上にさ、あれはバドミントンのシャトル？ラケットだしね。バスケ部のマネージャーなのにね。なんか、いろんなスポーツが好きなのかな。じゃあまあアドバイス通りに休養しますか。たまみが言うからな。
今日は第3日曜日クラブ活動の日。おじゃちゃんと参加し、あ、試合だ。多分勝てないだろうな。あ、調子どう？あ、ポンナさん、女子部の応援来てくれたの？うん、だってお友達の試合だもん。優しいんですけど、ありがとう。あ、アイスレモネードなんだけど、昨日ね、作っておいたの。マジ？後で飲んでね。え、ありがとう。わあ、ありがとう。目いっぱい頑張んなくちゃ。え、かわいい。うん。あ、じゃあ、私、あっちで応援してるね。ありがとう。はあ、マジでさ、女子との友情を第一に考えたくなってきた。はあ、ああ、負けたか。惜しかったな。次こそ勝つぞ。あ、あのね、ああ試合内容は、とっても良かったと思うの。ありがとう。残念だったね。頑張る。はあ、負けちゃった。あ、はずきくんだ。私のことが嫌いなはずきくんだ。一緒に帰ろう。お願い。はずきくん、今帰り。これ断られるんだろうな。あ。ねえ、一緒に帰らない？やめとく。もう忙しいからとか、ごめん、ちょっと急いでてとかじゃなくて、やめとくっていう、その、帰りたくないという意思を表示されたんだけど。そっか、じゃあね。あ。はずきー、やっと会えたのに。仕方ない、一人で帰ろうと。やっと会えた、はずきーに嫌われています。あれ、コンノさんだ。あ、ちなみにコンノさん呼び名は？お、終わった。この辺ダメだろうな。え、コンノってどうなのかな？名字呼び、この位置ちょっとわかんねえな。たまみ。たまみちゃん、たまちゃん。あ、たまちゃんいいじゃん。兄弟揃って。かわいいじゃんね。たまみ、たまみさん。でもたまみさんも素敵ね。ちょ、ま、今はね、とりあえずコンノさんで。コンノさん、じゃあ一緒に帰ろ？コンノさん、今帰りなの？あ、うん。え、かわいい。あなたも？え、かわいい。ね、一緒に帰ろうよ。あ、うん。私も一緒に帰りたかったの。本当に？じゃあ、行こう。あ、かわいい。嬉しい。かわいい。コンノさんと楽しく下校した。三原っちプラネタリウムなんてどう？素敵じゃない？10月13日プラネタリウム行かない？仕方ないね。僕は忙しい身なんだけど、今度だけ特別だよ。ありがとうございます。できれば1時間遅れないでください。三原くんまだ来てないみたい。絶対1時間遅れだ。ほらー。しおくん、来たよ。あ、その服すごい似合ってる。なんか服の色が超似合ってる、それ。遅刻されたけど。ちょ、マジ遅刻っすよ。触ればいいよ。困った子だね。ほう。しおくん、おいで。早く入ろう。真ん中の席に座らなくちゃ。あ、プラネタリウム結構好き？なんだい？よかった。えい。うん。なんだい？あ、空いてるよ、真ん中の席。うん、よかったね。おお。北斗七星の絵の曲がり具合に沿って伸ばしていくと、あ、すごいすごい。牛飼い座のアークトゥルスを通り、白い明るい星にぶつかります。え、こんなにしっかりプラネタリウムが。へえ。これが乙女座の一等星、スピカです。ほえ、すごい。本日の上映は終了いたしました。しっかり見た。すげえすげえ。僕と星は通じ合うものがあるみたいだ。なんだい？どっちも美しいですもんね。こら、話を聞いて。この感じの人にさ、話を聞いてってつい言われるの相当なんだけど。でもその悲しみの顔すごい綺麗。美しい。きらめく星々ロマンチックだったよね。あの星の光は何億年前の輝きなんだよね。ごめんなさい、私途中で眠っちゃって。あー、いや、これっしょ。ロマンチックだったよね。うん、とっても。あっ、君と一緒に見られてよかった。あっ、そんなこと。どうしたの？言ってくださるんですか？手取っちゃおう。はいはい、お手をどうぞ。やったー。いいんじゃない？今日今日は思ったより楽しかった。また僕を誘ってごらん。なんだい？よかったよかった。えい。うん、いい一日だったね。あ、王様マークついた。え、今日のデートいい感じだったみたい。あ、よかった。これじゃあね、さよなら。はい、ありがとう、さよなら。結構スキンシップがむずいね。なんか早く掴んでいきたいな。あ、そういえば明日ってハゼックの誕生日だ。来たわ、誕生日。プレゼントどうしよう。じゃあ買いに行こう。早速プレゼント買いに行かなくちゃ。嫌われてっかな。
嫌われてる、嫌ってるやつからもらう誕生日プレゼント逆効果なことあるけどね。何を買おうかな。おお、猫ジグサーパズル、スニーカー、ハウトゥー、初め会話。これは違うっしょ。うわー、スニーカー、ジグソーパズル。猫好きなんか？猫と一緒に写真写ったもんな。可愛いよね。猫ジグソーパズルにしようか。あげよう。よし、プレゼントもちゃんと用意したし、明日は頑張って渡すぞ。どういう反応してくれるかな。ハゼッケ。ハゼッケ。置いた。し。お一応名前で呼んでくれんだな。大嫌いな私のことも。はい、これ、プレゼント。どうして？え、プレゼント渡されてもわかんないの？え、忘れてんのかな、自分の誕生日。どうしてって、今日誕生日でしょ？ああ。もう忙しいのかな、仕事が。え、なんかもともとこういう人なのかな。大丈夫、はずっけ。なんか思ったよりテンションが低いからさ、心配になるんだよね。その仕事で疲れすぎてこんなになっちゃってるっていう可能性はさ、もともとおっとりしてんなら全然いいんだけどさ。あ、俺誕生日とかあったんだっけ、ないと思ってたみたいな。ちょっと忙しすぎて大丈夫か。そういうことじゃないならいいんだけどさ。ねえ、開けてみて。サンキュー。俺の好きなものよくわかったな。あ、結構喜んでないこれ。あ、やった、すっごく喜んでくれたみたい。え、そうだよね、なんか声も明るかったし笑ってくれた。はずっけ。三原ち、一緒に帰ろう。三原くん。やあ、しおくん、いたね。うん、一緒に帰ろうよ。ダメだよ。今日、僕は忙しい。残念だわ。そっか、じゃあしょうがないね。うん、しょうがない。じゃあね。チェ、またね。あ、ボンジュー。あ、水木っち。かわいい、ボンジュー。あ、水木さん。今度の日曜日もお暇でしょ？え、遊園地にいらっしゃい。そう。え、二人きり？二人きり？二人きりがいい。遊園地？どうして？呆れた。男の子たちとランデブーに決まってるじゃない。うちらのさ、高校生活にさ、男いる？マジで。え、二人きりで行きたい。二人きりでも行こうよ、今度。じゃあさ、もう着いた瞬間22で行動しよう。水木っちと二人で遊園地行きたい。でも行く。じゃあ遅れないでね。うん、水木は遅刻が大嫌いですからね。え、じゃあね、今の言い方本当に可愛い。大嫌いですからね。だって、ほぉー。え、可愛い。え、遅刻大嫌いなんだ。じゃあさ、三原っちさ、1時間遅れてくるよ。水木っち。全然三原っちの遅刻は全然いいけど、でもさ、水木っちさ、遅刻嫌いなんでしょ？三原っちさ、マジ遊園地遅刻してこねえかな。めっちゃ。3時間ぐらい遅刻してきてくれ。そして深まるうちらの友情。今度の日曜日か。一体誰が来るんだろう。でも水キッチが誘って来てくれてるってことは、絶対もう一人三原っちでしょ。あと一人、鈴鹿かな、多分、好感度的に。今年の文化祭の出し物は、喫茶店に決定しました。お、喫茶店だって。2週間後の文化祭目指して、頑張りましょう。頑張りましょう。今日は水木さんと約束だった。早速出かけなくちゃ。ね、楽しみ楽しみ楽しみ。え、水キッチの私服見られるってこと？あ、いたいた。水木さん。もう遅い、遅れないでって言ったのに。ね、ごめんごめん、怒ってる、かわいい。ねえ、ほんとにかわいい。はっはっ。いや、君だね、塩くん。え、でもさ、悔しいけどさ、なんか絵面がめっちゃ似合うんだけど。びっくりした、映画始まったかと思った。え、なんか似合うね、並ぶと。悔しいけど。え、でもじゃあ結構ちょっとだけ遅れたじゃん。え、三原っち、今日は1時間遅れなかったね。いいけど。あ、三原くん。みんな、今日はよろしくね。うん。楽しいひと時を過ごせるといいね。僕と。僕とね。お遅えよ、しお。やっぱり鈴鹿だ、鈴鹿、鈴鹿くん。結局いつもと変わり映えしねえメンツだけど。ま、よろしく。よろしく。楽しくなりそう。全員揃ったわね。うん。皆さん、行きましょう。あー、かわいい。あー、楽しみ、楽しみ、やばい。え、ぴよーん。何にしようかしら。ジェットコースター、観覧車、メリーゴーランド。じゃあ、まず、ジェットコースターやっぱ行っとく。それでいいわ。うん。ジェットコースター、誰と一緒に乗るつもり？いや、あのさ、どうしよう、マジで。全部、水木っちと乗りたいんだけど、そうすると多分、水木っち的にさ、三原っちと乗りたいから、これ誘ってる？一緒になんか乗ったりとかしたいから、今日誘ってくれてるから、察しなさいよ、みたいな感じで。
なっちゃったら悲しいから、じゃあ、じゃあ Z コース鈴鹿一緒になろう。鈴鹿、じゃあ水木は四季様と喜んでるすごい喜んでる、かわいい四季様だって、かわいい。あ、すげえぞこれ、うん、早く乗ろうぜ。鈴鹿とジェットコースター乗るのめっちゃ楽しそう乗ろうぜ乗ろうぜ、絶対楽しそうにするでしょ。どうどうあ、ほらほらほら笑ってるもん。いいね。次はどれにしようかしら。じゃあメリーゴーランドの、ウィッサバー、いいわ行きましょう。マジ可愛いんだけど、いい加減にして誰と一緒に乗るつもり？わかってるでしょうね。ほらほらほら、わかってるでしょうねって言ってるもん。ね、観覧車さ、水キッチ一緒に乗ろうじゃん。わかってるでしょうねって言われてるけど、三原っちちょっとメリーゴーランド。どうしても？あ、じゃあいい。水木鈴鹿くんと。かわいい、ほんとに。ほんとにかわいい。こう、しかもこういう反応なんだ。いや、だからさ、鈴鹿とゆくゆくさ、遊園地に行くことも絶対あるだろうけどさ、これメリーゴーランドさ、っていうタイプだよな、多分鈴鹿。すげえ楽しいだぜって言わないよね、これ多分。鈴鹿くんだって、かわいい。あー、かわいい。白馬に乗った僕を見たかったんだね。おいで、一緒に乗ろう。水木っちこういう人が好きなの？まあ、かっこいいもんな、四季様な。こんなさ、これ言って全く違和感がないもんな。白馬に乗った僕を見たかったなでって思う。見たいもん、そりゃ。かっこいいな。どう？楽しそうにするかな。おお、すげえ笑ってんじゃん。いいね。三原っち、メリーゴーランド。正面顔もありがとうございます。こっち向いた。じゃあ、最後はあれね。うん、観覧車ね。わかってるでしょうけど。観覧車、誰と乗るつもり？水木っち、一緒にやろう。水木と二人で？もう、なんなのよ。いいじゃん。いいじゃん。さ、行きましょう。あ、かわいい。あ、かわいい。微動だにしないじゃん。あ、笑った。ギャリソンが迎えに来る頃ね。うん。そろそろ帰りましょう。あ、ギャリッチが来てくれるんだね。そっかそっか。気をつけてね。みんな、忘れられない思い出ができたね。うん。僕も、実に愉快な一日だったよ。よかった。それじゃ、うん。僕は、ここで。うん、じゃあね。はぁ、今日は本当に。力いっぱい遊び倒したな。もう鈴鹿も楽しかった、よかったよかった。割と楽しかったぜ。うん、じゃあな、俺はこれで。うん、じゃあね、また学校でね。楽しかったわね。うん、楽しかった。うん、誘ってくれてありがとう。どういたしまして。じゃあ、水木帰るから。うん、ギャリソン。かわいい、ギャリソン。気をつけてね、みんな。ここにおります、お嬢様。いた。リモを回してちょうだい。かしこまりました。かっこいい。じゃあ、オールボー。また学校でね。ほんと水木っちかわいい。また遊園地誘って。まあこんなものかな。じゃあ文化祭シーズンだから、文化祭準備にちゃんと参加しようね。あ、かわいい。おぉ。はぁ、あ、ちょっと疲れちゃった。屋上で外の空気でも吸ってこようと。あら。あれ？あそこにいるの。よし、誰だ誰だ、葉月慶か。葉月慶だ。ああ、聞いてる。今年は母さんも向こうだって。ああ、誰と話してんだろう。スキンシップ。なんだか大事な話をしてるみたい。今出ていくのは良くないかも。そうだね。大丈夫。こっちはこっちで楽しくやるよ。うん。仕事、うまくいってるんでしょ。うん。うまくいってるんでしょって喋り方いいね。こんなんすんの、スキンシップすごい出るな。ああ。やっぱり今出ていくのは良くないよね。こういうことをやってるから、はじっけんにどんどん嫌われてるんだろうな。でもスキンシップ出たからといって、やっちゃいけない、やんない方がいい場面があるっていうのは結構難しいね。いいよ。いつものことだし。ごめん。そういう意味じゃん。おぉ。いや、これもスキンシップ出てるけど、これやんない方がいいんだろうね。とにかく気にしないでいいよ。うん。父さんもね。うん。じゃあ、もう切るよ。あ、パパ上と電話してたんだ。これスキンシップすっごい出る罠だ。罠だこれは。お、ハゼ君。お前か。私だ。今のもしかしてお父さん？聞いてたのか。うん、聞こえちゃった、ごめん。ごめん、でもハゼ君、家族の人と話してるといつもと印象が違うんだね。それな。
そうか。うん、なんか可愛かった。いい子っていう感じで意外だった。はっ、ちょっと寂しそうにも見えたかな。考えすぎだろ。ほら行くぞ、文化祭いろいろやることあるだろお前。あ、文化祭準備期間のそのイベントなんだねこれ。うん。おお、電話してるとこ見ちゃった。やっぱこう家とかのあれがいろいろあんだろうな。葉月もまだ見えないその事情とかを。あ、鈴鹿くん、あ、鈴鹿一緒に帰ろう。頼む鈴鹿くん、文化祭前の。ん、なんだお前か。私だ、文化祭前の話聞きたいな。ね、一緒に帰らない？ああ、いいけど。やった、うん、行こう。ねえ、文化祭の準備ちゃんと進んでる？おう、俺らんとこ結構周りの奴らが張り切っててよ。あ、マジで？ん？そんでそんで？どうした？急に近づくなよ、驚くだろ。ごめん。スキンシップ無事。あのよ、うん、お前も俺らんとこ来てくれよな。え、絶対行く。え、鈴鹿かわいい。鈴鹿くん楽しみにしてるみたいね、かわいい。あ、そういえば明日って氷室先生の誕生日だ。プレゼントどうしよう。え、氷室っち受け取ってくれるのかな。まあ買いに行ってみようか。2の若ちゃんはさ、好感度が高い時じゃないと受け取ってくれなかったけど。何を買おうかな。何があるの。愉快な算数 1,2,3 宿題、ジュラルミン製万年筆。 あ、宿題ちゃんとゼロリッチじゃん、すげえ。え、でもこれかな。宿題持ってってみる。宿題。プレゼントもちゃんと用意したし、明日は頑張って渡すぞ。まあ、でもさ、宿題をちゃんとやってくるのは何よりじゃんね。氷室先生。しお、どうした。これ誕生日のプレゼントです。生徒からの贈答品は受け取りかねる。いや、これ宿題っすよ、よく見てください。そうですか、以上だ。じゃあもう宿題出さないです。金輪際宿題出さない。受け取ってもらえなかった。これやっぱり好感度が高くないと受け取ってもらえないのかな。お、あ、空模様が怪しいな。うちに着くまで降らないといいけど。あららら、雨。わあ、すごい車。どんな人が乗ってるんだろう。え、水ケチじゃないの、すごい車っつったら。あれ、あ、この人、確かこの間理事長。お嬢さん、よかったらお乗りなさい。え、マジ、え、今にも降り出しそうだからね。家まで送ってあげよう。あ、で、いいんですか。あ、さ、早く。未だにハテナハテナハテナなんだけど。これまでさ、運動会とかいろいろあったんだから理事長を見る機会あるだろ。はい。おん、どうかしたのかな。可愛い眉間にシワを寄せて。どいつもこいつも会社乗りやがって。すげえすげえ理事長。いや、私知らない人の車に。え、確かにそうじゃん、今誰か知らないから。なんだそんなことか、うん、いやいや、それは深刻な問題だね。あ、そうですね。え、安心しなさい、大丈夫だよ。それに私と君は前に会ってるよ、うん、ほら、魔法の教会。いや、そもそも入学式とかで。え、理事長じゃないの。怖いんだけど、なんか怖くなってきた。理事長って体乗っ取られてんの。あ、はい。いつ理事長って分かる、明かすのこれ。さあ、到着しましたよ、お嬢様。おお。ね、無事に送り届けたろう。ありがとうございました、家まで送ってもらっちゃって。しかもこんな到着しましたよ、お嬢様なんて嬉しい。ありがとうございました。それからごめんなさい、私疑っちゃって。いいさ、レディーはそれくらい慎重でちょうどいい。じゃあ私はこれで。またね。名乗れや。そう、知らない人だとしたら、この無事に送り届けてもらったからって何の安心もできないんだけど、自宅知られたんだけど、知らない人に。知らない人だったらね、理事長だから大丈夫だ、私はそれを知ってるけど。知らない人だったらもうちょっと離れたところで降ろしてもらった方がいいよ。家知られた、不審ダンディーに家知られた。正体明かさないの、いつわかんのこれ、理事長ってあること。怖い。そう、理事長の体ではあるけど知らない人なのかな。え、双子理事長。まさかの。でも絶対理事長だよね、理事長であってほしいんだけど。今日は文化祭、私たちのクラスは喫茶店の模擬店だ。楽しみ、文化祭、初めての文化祭。おお、
お待たせしました。ホットコーヒーと紅茶とアイスココアと超文化祭の喫茶店って感じ。かわいい。みんなはい、忙しい。いや、姉ちゃん美しい。応援に来てくれたの。珍しいもの見たさにさ姉ちゃんのエプロン姿なんて普段は絶対見られないもん。美しい、かわいい。ほっといてよ。それでご注文は何なさいますか主人公いいわ。俺、オレンジジュースとチーズケーキね。うん、もち姉ちゃんのおごりでね。ちゃっかりしてんな。そう言うと思った。かわいい。美しい。どうだった？美味しかった？ごちそうさま。うん、やっぱただはいいね。我が姉に感謝感謝。美しい。いいキャラだな。美しい。すげえかわいい。はいはい。でもさ、用意する手際も良かったし、うん、姉ちゃん接客に向いてるのかもね。あ、マジでありがとう。言っとくけど、もうおごらないよ。せっかく褒めてんのにさ。え、その顔かわいい。あれれ、本当に褒めてくれてたのかな。ごめんごめんごめん。ごめんね、そっかそっか。こうして今年の文化祭は終了した。喫茶店も大盛況だったし、すっごく楽しかったよ。よかったね、お疲れ様。今日は三原くんとデート。どうせ1時間遅れてくるんだよ。ほらね、1時間過ぎちゃう。三原っち、しおくん来たよ。さあ、ここからは野生の王国だよ。入ろう。ワクワクしてる感じ、楽しみだね。ああ、日差しが眩しい。いい天気だね。お、美しさというのは罪だね。動物たちが僕のことを見つめているよ。おや、綺麗ですもんね。こら、話を聞いて。ごめんごめんごめん、気にしすぎじゃないかな。私たちの仲羨ましがっているんだよ。じゃあこっちも見つめ返そう。あー、これか。こっちも見つめ返そう。そうだね、羨望の眼差しに応えてあげよう。動物園の楽しみ方独特。なんだい。えい、触ればいいよ。困った子だね。まあ基本疑問系で話しかけてきてる時と、人がなんか喋ってる時には触っちゃいけない。もう確かに。もう大接近とかを経て感覚がもうおかしくなってきたけど、確かに。一日が終わっていくね。うん、早く帰ろう。おや、ありがとね今日。うん、いい一日だったね。よかった。お、やあしおくん。いらっしゃいませ。あ、みはるくん、いらっしゃいませ。やっぱり君だね。うん、窓の外から見えたんだ。ここで働いてるの？あ、そうだよ。見えたから来てくれたの。うん、そう。みはるくん、何か飲んでいってよ。僕はいらない。家で美味しいコーヒーを飲むから。この悪気なくこういうこと言う感じで、これ最高なんだけど。三原っちいいね。入ってきといてお前。そうなんだ。うん、じゃあね。あ、でも本当に挨拶するために入ってきてくれたんだ。ちょっと嬉しい。その気持ちは嬉しいわ。あ、三原くんだ。おお、三原っちじゃん。一緒に帰ろうよ。三原くん。やあ、しおくん、いたね。うん、一緒に帰ろうよ。お、そうだね。それもいいかもしれないね。ありがとう。三原くんと楽しく下校した。よかった。ちょっとさ、まあ、ちょっとパラメーター上げてって。お、お、こんにちは。こんにちはって言われた。はずきけいに、かわいい。こんにちは、いらっしゃいませ。あ、はずきくん、ご注文は？いつものやつ。え、ごめん、わかんないかも、いつものやつ。はいはい、もう一回一つ入ります。あ、知ってんだ。そっか、その撮影の時に持って行ってたりとかしてるから結構注文入ってんのか普段。慣れてきたみたいだな、お前。お、マジ。あ、花屋接客来た。やっぱ学力上がってくると出てくるんだね。ちょっとまた別の人生というか。あれで花屋接客もしたいな。あれ、電話だ。ハロー。あ、思った通りお暇のようね。思った通りお暇のようねって言われた。いや、確かに四季様とさ、相性いいのかもな、水キッチ。雰囲気がさ、似てるもんな。渡したくね、水キッチを。みずきさん、突然どうしたの？何かよ？今日はお天気もいいし、みずきのお買い物のお供がしたいんじゃないかと思って。え、お供したい、お供したい。じゃあ一緒に行こうかな。じゃあ、ショッピングモールの入り口で待っててあげるわ。え、嬉しい、ありがとう。急いで行くね。あ、行っておきますけど、
水木は遅刻が大嫌いですからね。じゃあね。じゃあね、かわいい。あの、三原っちが毎回1時間遅刻してくることを教えたい。ギャルソン、これも包んでもらって。おお、さすが。買い物してら。かしこまりました、お嬢様。ねえ、水木さん、まだ続けるの？お買い物。もちろん。欲しいと思ったもの全部買うまで帰らないから。かわいい。そうそう。お待たせいたしました、お嬢様。じゃあ次行くわよ。二人ともついてらっしゃい。かわいすぎ。いつもこうなんですか、水木さん。はあ、さようでございますが、今日は一段とお元気です。え、マジで？もしかして私と買い物来たのが嬉しくて、何かいいことでもあったのかな。お分かりになりがたいかもしれませんが、あなた様とご一緒の水木様はいつもご機嫌なのでございます。あー、気持ちいい。もっと言って。もっと言って。家でなんて言ってますか、水木様、私のこと。もっと全部教えてください。そうなんですか？本当は素直で心根のお優しい方なのでございます。わかりますよ。水木様はご幼少の頃よりパリーとこちらを行き来する生活が長うございました。そっか、それだと同年代の友達とかとたくさん遊べなかったのかな。その上、あのように激しいご気性、どうやってお友達を作ってよいのかわからないのでございましょう。水木っち、何かとご迷惑もおかけするかもしれませんが、いいえいいえ、どうかこれからも仲良くして差し上げてください。もちろん。はい。何してるの二人とも。水木は待たされるのが大嫌いですからね。あいつめっちゃ遅刻するよ。あいつ毎回1時間遅刻してくるよ、人との待ち合わせに。まあそれが素敵だから私はそれを嫌だとも全然思ってないけど、1時間待たされても全然もう四季様なら OK って感じなんですけど、でも水木っち待たされるのさ嫌いなんでしょ。しかも三原っちもうまいことなんか遊園地の約束遅刻しねえかな。え、私がさ、もうこいつなら遅刻してもいいやって思われてるのかな。多分仲良くなればさ変わるよね、多分その辺も。なんか楽しみ。で、今のその平然と遅れてきて、別に待ち合わせ場所間違ってないよ、行こうみたいな言ってる三原っちもめっちゃ好きだけどね。いいわ、みんなキャラ濃くて。はいはい、ただいま。わがままだな、可愛いな。水木っちそうだったのか、可愛い。楽しかったね今日。これ差し上げるわ。え、なになになに、これの、え、これさっきトレミニョンって言って買ったやつだよ。そうだけど、やっぱりなんだか水木には子供っぽいからいらないの。くれるつもりで買ったでしょ絶対。高級リップ未来を受け取り、じゃあもらっちゃっていいの？ありがとね。お嬢様のお気持ちでございますから。ありがとう。じゃあもらうね。ありがとう水木さん。なんだかとても綺麗。はぁ、あ、今日は楽しかったわね。楽しかった。うん、私も。どういたしまして。ギャルソン帰るわ、リモを回して。はあ、マジでかわいいな。かしこまりました。あー、終わってほしくないこの時間。アビアント。じゃあね水木さん、ギャルソンさん、失礼いたします。うん、ありがとうございました、楽しかった。あと2週間で期末試験が。お、勉強頑張ろう。まあ、ちょっと学力低めだけど、パラメータもね上げとかないと。で、他のキャラクターももうちょっとそろそろ出てほしいから、ちょっとパラメータ上げるのも頑張ろう。でも冬のデートはさ行きたいよね。ちょっと12月のちょっとこの辺で連続デートしない？四季様、スキーとスケート始まってるから、スケートとかどう？三原っち行かない？うん、それは無理だよ。僕は忙しいんだから。そっか、だったら仕方ないね。うん、仕方がない。じゃあね。ロードしてくるわ。知ってる三原っち、もうプレイヤー権限を持ってるんでこっちは。うん、じゃね。まあでも分かんないけどね、これがさ。もしもし、僕だよ。これがマジで割と行きたくない場所だった場合、今の好感度じゃ確率とかじゃなくて絶対来ないっていう可能性もあるけど。うん、それは無理だよ。ああ。僕は忙しいんだから。ちょっと分かんないけど、少なくとも好きな場所ではないのかな。ちょっと他のとこに。仕方がない。じゃあね。まあ他のとこにするか。お、ひむろ先生だ、ひむろっち。一緒に帰りませんか。しお、どうした、何か用か。忙しいかな、一緒に帰りませんか。ダメだ、私は忙しい。あ、そういえば明日って鈴鹿くんの誕生日だ、プレゼントどうしよう。あげようあげよう、鈴鹿にプレゼント買いに行く。何あるかな、鈴鹿のタンプレ何買おうかな。サプリメントセット、スポーツタオル、おー、少女漫画乙女番長、16歳乙女番長。あー、スポーツタオル
うわ、無難なのはスポーツタオルかな。タオルにしてみるか、じゃあ。嫌だってことないでしょ、これ買って。多分ね。鈴鹿。ん？しよう。なんか用か？うん。誕生日プレゼントこれ。へぇ、くれんのか。うん。じゃあもらっとくわ。うん。開けてみて。お、いいじゃんこれ。早速使わせてもらうぜ。おう。ありがとな。よかった。使って使って。よかった。喜んでくれたみたい。姉ちゃん姉ちゃん、どうしたどうした、つくしつくしが入ってきた。自分の誕生日だってのに男に相手にされない姉貴に慰めの言葉をかけに来たぞ。最高。誰にも祝われないとつくしがこうやって言いに来てくれるの、え、超嬉しいんですけど。ほっといてよ。それでなんだよ。よーね、姉を思うけなげな弟から切実なお願いが一つあるんだ。何？聞いてくれるか？何？聞いてくれるかだってかっこいい。何なの？頼むから行かずごけにはならないでくれよな。チョップするぞ。それいいだろ。もう一回言ってみ。あ、いいね主人公。あ、いいわ。なんか初代の主人公さ、本当に元気な感じね。じゃあね。追いかけてチョップするぞ。わー、振り袖高いな。やっぱりこれさ、12月の最後の方の休日になるとさ、多分セールするよね。ワンでもセール、まあスタンプカードないからセールもないかもしんないけど、されたとしても所持金で買えないから、あの振り袖はちょっと1年目諦めて、せめてドレスは買っとこう。クリスマスパーティーがきっとあるだろうから。で、このジェスで売ってる服、三原っちのちょっと好みあるんじゃないかなと思うから、ちょっとだけ服も買おうかな。あれ、今野さんだ。お、たまみちゃん、買い物帰りに遭遇。コンノさん、あ、どうしたの？何か困ってるみたいだけど。うん、あのね、うん、どうしよう。どうしたの？うん、さっき文房具屋さんでノート買ったんだけど。ほうほう、ノート？うん、可愛い方にするかシンプルな方にするか迷っちゃって。うん、コンノさんなら可愛い方がいいかも。わ、可愛い。でもシンプルな方は10枚も多くて。あー、なるほど、ページ数がね。そう。で、どっちにしたの？両方。なるほどね。どうしよう、やっぱりお店の人に謝って返した方が。まあでもノートはさ、その一冊多くあってもそのうち使えるしいいんじゃない？まあゆっくり考えなよ。あ、可愛いこのイベント。お、今日から期末テストだ。頑張ろう。一日目は語学のテスト。どう？ああ、笑ってる。まあ、こんなもんかな。赤点は回避できるかな。お。さて、そろそろ帰ろう。え？あ、今野さんだ。あ、今野さんかい。また鈴鹿かと思ったよ。今野さん？どうしたの？テスト期間中はクラブ活動休みだよね。あ、うん。みんながお休みのうちに部室のお片付けしておこうと思って。そうなんだ、偉いね。でももう遅いよ。うん、あ、でももう少しだから。よし、じゃあ私も手伝ってあげる。え、そんな。いやー、だって私もバスケ部だもん。二人でやれば早く終わるもんね。終わったね。うん、ありがとう。私一人だったらいつまでかかったか。よかった、ここ来て。すごいな、テキパキしてて。いやいや、本野さんだってやるときはやるじゃない。ううん、うん、自分でも分かってるの。私ノロマだから。丁寧なんでしょ、丁寧で慎重なんでしょ。いいことじゃん。本野さん、さあ暗くならないうちに帰ろっか。うん。2日目は数学のテストだ。どうかな。あ、悪くないね。ちょっと学力があんま高くないからいい点は取れないと思うんだけど、赤点ないといいな。選択のテスト。じゃあ、ハゼッケ。ハゼッケ面白すぎるな。この、ハゼッケのこのちっちゃいキャラ、なんでこんな面白いんだろう。4日目は芸術のテストだ。このニコって笑うの面白いんだよな。もうバッチリ、すごいじゃん。芸術バッチリ。さすが。結果どうかな？見に行かないと。あ、悪くない、悪くない。やっぱ芸術と気配りらへんが高くてよかった。え、三原っちさ、数学、選択、芸術、全部さ、点数一緒じゃん、うちら。ほら、見て。運命だ。ほら、68、69、100。なんか嬉しい。そして、はじっけ、すごいな、いつも。
で、たまみちゃんこの辺なんだ。みずき、ものすごく勉強したからみたいなこと言ってたのに、メールで。すごい点数高いかも、みたいな。さあどうするとか言ってたのに。また上がってんじゃん、かわいい。鈴鹿16点あるぞ。198.5 点。鈴鹿の成績かわいい。ちょっと学力のパラ上げ頑張りたいな。ま、こんなものかな。やあ、シオくん、いたね。ミアラッチ。ねえ。一体テストで、人の何がわかるって言うんだろうか。ミアラッチ。好きすぎる。え、そうだね。僕はテスト信じない。信じないよ。じゃあね。じゃあね。めちゃくちゃ面白いな。いいテキストを披露してくれるな。うん、頑張らなくちゃ。そう、似たような順位だったもんね、うちら。見てろ、でも。ミハラッチ。私は上に行くよ。ゴロ先生のコラム。ねえ、街で私を見かけた時に指を指すのはやめて。失礼しちゃうわ。プンスカプン。もう、勝手に見ていってちょうだい。かわいい、ゴロ先生。勝手に見ていってちょうだい。そうだよね。指さすのは失礼だよね。いくら、ああ、すごい有名なゴロ先生だと思ったからといって。そういえば、もうすぐ冬休みだね。何か予定あるの？冬は寒いからね。うん。アトリエで制作に打ち込むことにするよ。そうか、そうか。スキンシップいいかな？なんだい？やばいから、これやんない方がよかった？また話を聞いてって言われるかな。はい。かわいそうに、指がかじかんでる。あ、よかった。優しい。そうなの？せっかくの冬休みだし、たまには遊びに出かけたら？だって、北風が冷たいじゃないか。僕は、北風が嫌いだ。そっか。というようなことを話して、下校した。もう、ハゼッケンに好かれることはできないのかもしれない。ミハラッチもまだこんな感じだもんな。先長いな。やっぱスキンシップを、コツを掴んでいかないとね。あ、鈴鹿も、あ、まあ、でも鈴鹿とミハラッチ、ね、そうだよ。デートに行ってても、そんなに差がないってことは、やっぱスキンシップとかうまくいってないからあれなんだよね、多分ね。どう？担任から嫌われてる。おい、担任は嫌うなよ。何があっても。じゃあ、パラメータをちゃんと上げようか。え、ヒムラッチってさ、パラメータでこれ、私のこと嫌いになってんの？2はさ、多分、バカちゃんって爆弾とかもできないし、あれだったと思うけど、すごい、敵面に嫌われてんだけど。え、学力低いからかな？まあ、そうとしか思えないけど、担任は嫌うなよ。今日はね、ミハラッチとデートなんだ。お姉ちゃんこれからデート行ってくるね。どうせ遅刻だよ、ほら。ミハラくんまだ来てないみたい。マジで。遊園地の時は一回遅れてこいや。一時間過ぎちゃった。シオくん、来たよ。ねえ、かわいい、それ。服。許した。ミハラくん、待ち合わせ場所間違えたかと思っちゃったよ。大丈夫。間違ってないよ。さあ、行こう。早く好かれて、こいつに。おや、今日の君は、輝いて見える。でしょ？ようやっとね、好みっぽい服をちゃんと買って着てきたから。そうかな？その服、そうだね。僕にはお見通しだ。それにその服の色は、今、流行りの色だね。うん。君には似合ってるよ。ありがとう。三原くんってこういう服装が好きなんだ。ほら、もっとこっちへ来て。よし、いいぞ。この服装の面でも好感度を稼いで。どうしたの？早く仲良くなりたいぜ。触ればいいよ。困った子だね。最高。さあ入ろうよ。うん、結局植物園にね来た。なんだい？ねえ。うん、気持ちがいいね。お、いいぞいいぞ。たくさんの花があるね。そうだね。じゃあここは触らない方がいいよね、多分。話聞けって言われるから。仲良くなってくれば大丈夫なのかな。花を見てると心が和むね。植物の中にいると空気が美味しいね。果実は美味しそう。まあこれじゃないか。見ていると心が和むね。花は芸術の友。お、
昔から人とは仲良しだからね。あ、いいね。おや、おい、うん、なんだい。お、いいぞいいぞ、スキンシップ成功してるよ。トゥルンってなってないよ。今日はとても楽しかったよ。また僕を誘ってごらん。ありがとう。どうしたの。またね。はい、うん、おお、いい一日だったね。これ良かったんじゃない。今日やったね。お、ほらほらほら、今日のデートバッチリ婚姻賞。よし、いいぜ。じゃあね、さよなら。さよなら、ありがとう。またね。遅刻してくんだよマジで。